この辺りにホラーハウスがあるようね。やだ、怖そう。つべこべ言わずに行くよ。あWe'll be right back.
綺麗な夕焼けね。夕焼けといえばラーメンよね。
こちらカシス。そこからまっすぐ北へ向かうとテキーラの基地があるわ。パレードが始まるみたいだよ。あー楽しそう。早く行きましょう。おいこら、聞いてんのか。
ドクターテキーラの基地は目の前よ。ぶちのめしてらっしゃい。よし、思いっきり暴れてやるわ。まったく二人とも血の気が多いんだから。生意気な小娘どもめ、必ずこの二人を引っ捕らえろ。いっしょな侵入者よ。このデスフォールで地獄に落ちろ。
やられるとは。貴様らも道連れにしてくれな。なんだろう、これ。これってドクターテキーラの日記じゃないの？ちょっと読んじゃおっか。我が愛しのカシス、あなたはなぜ私の研究所を出て行ってしまったのか。あなたがいなくなって、私は初めてその重要さに気づいたんだ。研究所仲間で遊園地に遊びに行ったとき、あなたはとても楽しそうだった。私はあなたに捧げるために世界に誇る遊園地を作ろうと思う。一つの愛から生まれた遊園地、ハートフルパークだ。長い年月をかけ、ついにハートフルパークが完成した。しかし、それと同時に私の恋が永遠に実らざるものとなったことを知ったのだ。その頃から徐々に私の心が私のものでなくなっていく感じました。この日記はお土産に持って帰ろう。そうね。